どうもですか。今日も美味しいお酒を。まあ暑い夏も終わったね。なんか急にカコーン涼しくなりましたね。なんかさ、夏ってしとしとやってきていきなり終わるっていう感じじゃない？早かったですね、涼しくなる。今年の夏は暑かったの？いや、8月頭ぐらいはもうガンガンに暑かったですね。本当、あのエアコンのないところで原稿書いてたんですいません。あ、そうなんですか。あ、そんな優雅な感じで。優雅な、いいっすね、うん、原稿も書くんですか、バーテンさんは。原稿、あ、そうか、本業がどっちだっけな。まあね、最近ちょっとね、バーテンだけじゃ食えないから。あ、そうなんですか。そうそう、いろいろやってるんですけどね。あ、なんかこう、8月に月末だったかな、はいはい、日曜日にね、緊急会見があったんだよな、鈴木の。ああ、はいはいはい、はい、バーテンなんだけどね、緊急会見来ないかって呼ばれて。だからあれはやっぱりもう結論が出るぞってことで、やっぱり構えて、うん、そうだね、会見ではあったんでしょう、ね、だから前から8月中に、まあ、ロンドンの国際裁判所調停を申し出てたでしょ、はいはい、結論が出るっていうのを言ってましたよね。もともと6月頃に出るって言われてたのが、まあ、伸び伸びになって、まあ、8月になって、まあ、双方納得した上で、まあ、調停がまあ終わったという、まあ、和解だよな、はい、それでなんかここにちょっとなんか思わせぶりな2台が並んでるわけですね。そうなんだよね。だから これなんですか、これ。それ何、これはフィアット、フィアットか。あ、なるほど。まあ、あ、そうか。スズキがフィアットと切れなかったからワーゲンがちょっとへそ曲げたとか、まあいろんなこと言われてたけどね。そうですね。事の真相は何だったんだろうね。まあ結局鈴木としては、うん、やっぱり経営の実勢をまず保つってことは大前提にあったけれども、うん、ワーゲンが握ってる株数っていうのは割と中途半端に多くて、うん、まあ、あれでも 20% っていうのは GM が持ってた時、 GM と提携してた時と同じ、ね、だから事の発端は GM が破綻したからいけない。そう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 。破綻しなかったらずっと GM グループだったからね。そうですね。まあ鈴木にとってはあまりにも相手が大きいから、はい、まあ、象の上に乗っかったアリンコみたいな感じで、うん、まあ、GM もあんまり細かいこと言わないし、はいはい、居心地良かったんだろうね。そう思いますね、うん、で今もう本音を言えば多分お互い分かれんじゃなかったなって、うん、失敗したな、ちょっと思ってるかもしれないですね。まあでもね、イメージは GM は、まあ、昔付き合ってたフォルクスワーゲンという女の電話番号を消せば戻ってきてもいいよって。ああ、過去の要するに痕跡を抹消しろと。しろと、うん、意外となんかやきもち屋敷なんですね、うん、っていうイメージあるんだけどさ、まあ、なんだろうな、やっぱり鈴木は環境技術を、まあ、ちょこっと食べれればいいやと。そうですよね、うん、だけどフォルクスワーゲンはまあドイツだからね、うん、あの例の MQB ってポロから上をやってるじゃない、はいはい、でポロの下が、あのアップから下がないじゃない。そこいわゆるモジュールで、それこそ鈴木が、ね、うん、鈴木の K 入れて、うん、A セグと A の下をやりたかったんだよね、はい、うん、だから丸ごとプラットフォーム戦略がワーゲンの狙いだったんだけど。そうですね。鈴木治さんはそこまでやるつもりないと、うん、契約の時分からなかったのか ね、うん、意外とその最初の契約の時に交渉をした人の、ま、真ん中に入ってた人がちょっと責任があるよなという感じしますよね、うん、まあ、はい、日本語英語ドイツ語みたいな言葉のあやっていうのもあったかも分かんないけどね。そうですね。でもともとピーヒがやっぱり鈴木好きだったんだよね、はい、というか日本の軽自動車に関して異様なこう執念を回したからね、異常なね、うん、だからああいうインドで成功できるようなビジネスはワーゲンにはできないと。だから鈴木は必要だと、まあ、いずれにしても元の鞘に戻ったということなんだけど、まあ、鈴木は今まで GM が後ろだって、フォルクスワーゲンが後ろだったんだけど、全くスタンダードローンになっちゃうじゃない。そうですね。で、まあ、かつともあれ当初は自分で株を買い戻さなくちゃいけないから、うん、4,600億ぐらいになるって言ってますよね。でもね、業界に詳しい人に聞くと、まあ、こういうバーテンやってるといろんなネタが入ってくるんだけど結構鈴木はね、社内にね、お金貯め込んでるらしい。ああ、僕もそう聞きます、うん、なんかキャッシュフローで1兆ぐらいは1兆ぐらいあるんじゃない、ね、だから 4,500億大したことないんだよ。まあ
で、あれですもんね、有利子負債がない会社ですからね、うん、だからすごくファイナンスは健全だから、うん、大したことはないけど、まあ勉強やる人はでかいですよね、うん、まああと罰金があるんだよね、はいはいはい、罰金がね、罰金というか、まあ、損害賠償がこれからどういうふうに発生するかっていうのは、うん、あれですもんね、うん、まあでもそれを払ってでもやっぱりまあ、喉仏のこう喉に刺さった骨が取れたみたいだって修さん会見で言ってたから、本当にすっきりしたんだねと思いますよ、うん、やっぱりちょっとね 20% 握られちゃってるっていうのは息がつけないでしょうしね、うん、で今あのいわゆるファンド系も 5% ぐらいなんか握ってるんですよね、うん、鈴木の株は。だからちょっと株の構成的にはなんかすごく不安な感じは多分、うん、だからファンドが下手してワーゲンに株売ったらワーゲンは買収できるからね、そうそうそう、議決権、ね、そうそう、インド全部手に入るからねそりゃ美味しいわね。そうだから、そうこの完結は本当そういう意味では良かったでしょうね。さてその 20% 買い戻して、まあ業界噂ではね、はい、まあアナリストなんかの間では、まあトヨタが何パーセントか株を持つんじゃないかと、うん、それが 5% なのか 10% なのかっていうような数字の議論が今出てるぐらいだから、うん、まあ、おそらくトヨタが多少、まあ、マツダとかスバルと多少緩やかなこう資本提携にあるように、うん、スズキも、まあ、まして同じこう三河遠州の手でしょ、はい、だから遠州の吉見で、うん、まあ、昔環境技術でスズキが苦しんでる時にトヨタが手を差し伸べたことがありましたからね、うん、それは どんな時だったんですか。排ガス規制で53年規制だったと。あ、うん、あツーストばっかり作った頃ですね。そうそうそう、バイク屋だからさ、はいはいはい、だからまあそういう、まあ、同じそのでの良しみもあるし、うん、でも仮にねトヨタがまあ 5% にしろ 6% にしろ、まあ、スズキと少し近づいたら、うん、今度ダイハツとスズキとの関係どうなんだろう、どうなるのかなって感じしますよね、うん。あとそのトヨタが資本を持って協力関係になるっていうのは、多分これから先独禁法の話とか絶対できますよね。そうだね、ダイハツとの関係もあってね、ありますね、うん、でね、あのちょっと話は関係するけどちょっと離れると、はい、前ねある雑誌に、まあ、バーテンのくせに原稿書いたことあるんだけどそうですか、うん、あの K のエンジンってさ、なべちゃん、はい、例えば64ターボは全部64馬力で自主規制してるじゃない、うん、そうすると三菱のターボと鈴木のターボとダイハツのターボとホンダのターボ、みんな排気量一緒で3気筒で出力64で切られてたら、はい、違いわかる？いやあ、まあそのフィーリングっていう部分でいうとほとんどわかんないです、わかんないです。トランスミッションの違いわかるけどね、エンジンの違いわかんないじゃん。わかんないですね。だったらエンジン1個でいいんじゃないかなって原稿書いたことあるんだよそれはでも結構なんか波紋を呼びそうな原稿ですね。だまあそんなこと言えんの清水さんぐらいだって言われたんだけどある人からね。だけどまあそういうことを鑑みると最近ダウンサイジングターボになるとね、はい、実はターボなんてみんな同じ乗り合いじゃん。そうですね、まあもう出力曲線とかトルクカーブがもう完全に決められて一定のところでパンと落としてます、ね、そうそう、だから2リッターターボで言えばさ GM の2リッターターボフォードのエコブーストメルセデスの2リッターターボ BM の2リッターターボアウディの2リッターターボレクサスの2リッターターボ全部一緒です。どれ乗ったって似たようなもんだよね。トップエンドが違うぐらいで、うん、発進からもう中間はもう全部同じほぼ同じ曲線です、ね、だからまあトランスミッションでその個性を出してるんだけど、はいはい、エンジンそのもので言って全部同じになったら、うん、実はさ恐ろしいことを考えてるのは、うん、もはやエンジンは競争領域じゃないんじゃないかなと。意外とじゃあそこに割とあっさり宣伝をつけたのはルノー日産ってことですか。いやもっと言えばさ、うん、プジョーと BM がね、あ、はいはいはい、まあ、トヨタも含めてあの辺エンジン共用してたりしたでしょ。そうですね、まあPSA なんかそれこそ早いですよね。早いよね、うん、そういう考え方になったらすごく。だからまあそのルノー日産がメルセデスからエンジンもらったり、まあ、逆にスマートでは 900cc の3気筒ターボをスマートにルノーが作ったエンジンをスマートに提供したり、うん、
だからもうどっちかがやればいいんじゃないのみたいになってきたとしたら、うん、K が各4メーカーが独自でエンジン作るなんてこんな無駄なことないかもわかんないよね。そうですよね、うん、確かに。だかどっかが作ればいいと、うん、まあホンダは絶対抵抗するだろうけどねでも鈴木とダイハツぐらいで、まあ大きな意味でのこうちょっとトヨタグループ入ったら、うん、もうお互いにそこはシナジーでやろうよと。あでディーゼルもお互いに3気筒ディーゼルをね 1000cc ぐらいのやつを開発してるじゃない、うん、だ両方でやる必要ないから、うん、じゃ3気筒ディーゼルはダイハツがやって鈴木はガソリンやるとかね、そういうシナジーが生まれるとその分でコスト下がったらユーザーはそっちの方が嬉しいんじゃないかな、うん、確かに。その分のコストを AEB みたいな自動運転の技術に K に入れてったらね、はい、どっちが価値があるかだよね。トヨタがな高度になってパワートレインの共有化をやるっつう。ダイハツ鈴木をもっと効率よくちっこいエンジン作れと、うん、そうすればこれから東ヨーロッパとか新興国も攻めやすいし、うん、なるほどですね。ああその考え方はでもあるかもしれないですよね、うん、でもそこでそれこそダイハツと鈴木がそういう協調をやり始めるとそれこそ独禁状態になっていきそうな感じもしますよね。だからダイハツの看板を下げてトヨタに見しちゃえばそういうことですか、うん、これまだ結構爆弾発言ですね。だってダイハツはもうヨーロッパがから撤退してるし中国から撤退してるし、うん、今事実上インドネシアだけだよね。そうですね。だけどインドネシアもあの半分はアバンザはもうトヨタブランドで作ってるし、はい、まあ、ダイハツだって今いろんな OEM でやってるから、うん、あのダイハツはいわゆるマグナシタイヤみたいにブランドのない自動車メーカーになれば、うん、別にトヨタのブランドでダイハツの車を売ったっていうわけだよね。ああまあそうですよね。まあ実質だってトヨタの小型車って割とダイハツは相当もうすでに、そうそうそう、開発には。だからあのナビちゃんといろいろとこう勉強会行ったりしてるけど、例のトヨタの TNGA、はいはいはい、あれは C プラットフォームだからその下がまだ B がはっきりしてない。そうですね。もっと言えばもう A なんか全然見えてないと、うん、そこは多分ダイハツがやるんだろうね、はいはい、あやってんだよね、うん、だったらダイハツじゃなくてトヨタブランドでもいいのかなと。ああなるほどですね。まあそこまでいくとまあ本当にトヨタはすごいチームトヨタになるね、うん、でしょうね、うん、それにその状況になるともう K が完全にその2社になっちゃう可能性もありますよね。トヨタグループ対ホンダ、いやあというかまあ鈴木ダイハツ、まさかそこ1個になっちゃう、1個になるっていう可能性ありますよね、うん、ホンダもさすがにもうその状況になると追っつかないでしょうからね、コスト的にも。と三菱日産ホンダ連合、あこれも考えにくいな。とにかくライバルがいないとダメだから、はいはい、やっぱ2ついないとダメだよね、うんうん、まあ、長嶋王じゃないか、ね、巨人阪神みたいにね、はいはいはい、今もうトヨタ一強だから、うん、ますます一強が強くなっちゃうんで、うん、まあ今の自民党政権みたいなもんだよ。あ、うん、だからこれはダメだな。そうするとやっぱ強い野党が必要で、うん、まあ何にせよ強い野党でそうなるちょっと、うん、強い野党の役割を果たさなくちゃいけないのは日産ホンダですよね。だけどお互いになだからそれこそエンジンはもうインフィニティはメルセデスからもらえばいいし、まあ、安い車だけで軽自動車はもう三菱からもらってるし、だから日産は完全にこう昔の GM みたいなこう商社になろうとしてる。それはでもまあ日本って、うん、こんなちっちゃい国で、まあ、それはあの輸出して各国で需要があるから成り立っていることもありますけど、なんかいっぱいメーカーあるんじゃないですか10個ぐらいあるよねこれはその世界的な潮流から見れば異常っちゃ異常ですよね、うん、だからやっぱり、まあ、断るごとにそういういわゆる合唱連合みたいなことが起こりうるんじゃないかって言われてきたけど、だ気がついてみたらボルボはもうすでに中国資本だし、はい、プジョーシトロエンも
中国資本だし、うん、まあでも資本家が変わってもこう実態となる車は全然変わってないし、むしろボルボなんかは日本にすごいいいディーゼル出してるからね。そうですね、あのディーゼルエンジンいいですもんね、うん、だからむしろ昔のスウェーデンマネジメントだとできなかったかも分かんないよね、うん、お金の面で。そうですね。だけどまあ新しい資本家が入ってきて、はい、せめて背中を押してくれればいいものをボルボは作ると、うん、だからそういうウィンがある以上別に資本家が誰になってもいいよねっていう考えで言えばね、うん、まあスズキの資本の中にトヨタが入ってきてもいいし、うん、まあ、ダイハツはもともとトヨタ資本なんだから、はい、だからそこは看板が変わっても違和感ないし、うん、まあ、やっぱりそのジャガーランドにしてもそうですし、うん、ボルボにしてもそうですけど、その提携をする上でこれ多分鈴木も今抱えてるテーマだと思うんですけど、どれだけ自主性を確保するかっていうか担保するかっていう部分っていうのはやっぱまあ最初の交渉から始まってうまいんでしょうね、うん、要するにあのスウェーデン人やらイギリス人やらっていうのは、うん、まあ、だから自主性って何なのっていうと、なんか変にこう日本人だからってい う, こう意固人になるんじゃなくて、うん、やっぱりお客さんに通じるメッセージとしてのそのブランドの個性みたいなものがまあ本来の自主性だから、はい、なんか自分たちだけで髪の毛黒いのだけが集まって車作るから自主性っていうわけじゃなくて、とにかくプロダクトがどうなるかが一番ポイントかなと思うんだけどね。K がコストで厳しい厳しいと言っていつまでたってもイノベーションできないといけないから、じゃあそういうところはシナジーでコストを下げるような努力をお互いにして、で浮いた分のお金で新しい技術を乗っけて魅力的な K を作っていくっていうところに、まあ本来のね、あの新しいビジネスがあるかなと思うんだけどね、はい、向こうはだって攻められの歴史が長いですからね。そうだね